始まるよ始まるよ始まるよ、いし、コンアロマ、桜のアロマです。コンアロー、コンアロー。ありがとうございます。あれ、音量ちっちゃいんだっけ。ちょっと待って、雑談ってあんまりしないからさ、音量大丈夫。あ、コンアロー、コンアロマ、ありがとう。さての声さん、今日はちょっと大きめでお送りしております。私も大きめなのでね。大丈夫かな、音量とかもうちょっと上げた方がいいとかあったら。あ、大丈夫そう。あー、ありがとう。1ヶ月記念ね。そう、デビューして、はい、早い1ヶ月。うん、本当にありがとうございます。あー、ありがとう。いや、もうほんとツイッターとかでもね、いっぱいみんなからお祝いのお言葉ありがとうございます。ごめんね、返せてなくて。いいねだけは返せてるはず、多分。ありがとうね、ありがとう、本当に。もう一瞬だった。いや、そうだよね、私ももう1ヶ月かって感じだったな。ありがとうございます。あ、こんばんは。1ヶ月記念の絵描いてきた。あー、ありがとうございます。あ、そうだ、昨日の夜ちょっとちらっとさ、またなんかいろいろ切り抜きとかもあげてくださったりね、した方もいらっしゃったと思うんだけど、ごめんなさい、まだ返せてなくて。ちょっと
3時ぐらいまでの配信が終わってからまた改めて見させていただきますね。ありがとうございます、本当に。あ、皆様本当ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。もう、あ、私は昨日からワインになったばっかり。あ、いや、でもそれもありがとうございます。もう本当毎日ね、私、あの、私のファンの総称をアロマ中毒とさせていただいてるんですけども、あの、略してアロ中でね。でもそのね、本当に日々アロ中の方がね増えてくださって、もう本当こんなねコミュ障だからさ、友達とか多くなかったんだけど、友達がたくさんできて本当に毎日感謝してます。本当ありがとうございます。初配信でカミカミだって。そうね、でも初配信はもはやもうカミカミ超えてさ、声裏返ってたからそうだから、うん、それ考えたらさ、あの、成長したよ私も。まあ皆様のおかげでね、緊張もだいぶしなくなったので、本当に本当にもう感謝感謝感謝しか出ない感じですけれどもありがとうございます。はあ、用事中でコメントできないけど開きっぱなし、ありがとうね。そんなね、みんなさ、お仕事とか学校とかさ、なんかお勉強とかさ、用事とかもいろいろあってね、来れない噛んじゃった、来られない方も結構いらっしゃったみたいだけど、本当にありがとうございます。もうね、アーカイブとかでもきっとその方々見てくれるんだろうからありがとうねあ、こんばんは、まあ1ヶ月記念ありがとうございます。夜勤明け、あー、そう、大変だ。まあ無理せずに、雑談なんでね、あの、基本ほんとありがとう雑談なんで、もうひたすら私がみんなに感謝を伝えるっていう雑談なんで、ゆるーく眠くなったら寝ていただいてつけっぱのままで寝ていただいて大丈夫なので、はい、そんな感じでやっていこうと思いますあ、アリスグレイラットさん、こんにちは、久しぶり、ありがとうございます。え、忙しかったんですか？もっと来てくれてもいいんですよあ、家族がね、そう、バイオセブンを初めて実況させていただいてから、もうバイオセブンからね、家族っていうみたいなテーマなので、あれ、ちょっと待って、目開かなくなったちょっと待ってね目が開かなくなった。ほ、あ、開いた開いた。オッケーオッケー。あれ、開かなくなった。ちょ、待って。開いてるかね。オッケーだね。大丈夫だね。あ、あ、昨日のラジオ、ありがとうございます。私もちょっとね、あの、中間くらいからかな、ちらっと参加させていただきまして、あ、みんな聞いてくれてるって思いながら、うん、ちょこちょこ、あの、コメントに参戦させていただいておりましたけど本当に、あの、ラジオもね、聞いていただいてありがとうございますまあまあまあ、目開けなくなったらちょっと、うん、あ、今日もアロマさんは眠いんだなと思っていただければうん、昨日のラジオ見れなかった。まあまあまあ、でもほら、動画残ってるから、もしよければね、そちらからまた見ていただけたらと思いますよ。ちょっとさ、いつもとさ、カメラの位置をずらしておりまして、あの、雑談だから。そしたら、目が開かなくなった。え、前の位置に移動した方がいい？もしや、ちょっとカメラの位置移動するわ。よいしょ。あ、待って、カメラが固定できない。あ、こっちの方がいいんかな雑談が言うて慣れてなさすぎ問題。でも私コメント見るとこうなるんだよ、横にあ、そう、寝るとき見てください、うん
そう、でもこれやっぱさ、ほら正面にならなくなっちゃうんだよね。私がずっとコメントで左側見てるから。そうなんだよな。そう、切り抜きとか作ってくれて、ちょうどね、あのボイスのところ、ロリボイスとかのところとか切り抜いてもらってるなとは思ってたんだけど、ごめんね、まだ返せてなくてね。アコンアロー、1ヶ月記念おめでとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます、ズーズーさん。そっかね、あ、寝落ちしちゃった。あ、それはそれでいいんだよ、あれは寝落ち動画だからね。うん、良い子の皆さんはちゃんと寝てくださいという寝落ち動画なんで。はい、そう、雑談ね、久しぶりだよね。そう、今日は記念だから雑談は入れたいなと思って、本当にみんなにね、感謝してるよっていうね、気持ちを伝えたくて。そう、あ、待って、でも私正面向きたいな。正面向いたらなんで目つむっちゃうんだろう。ちょっとやっぱ移動するわ、正面にする。横向いちゃうからさ。まあいい子じゃなくてもありがたいんですけどね、あの聞いてくださって。でヒーリングミュージックの時に寝てもろて、はい、そうしていただければと思いますよ。はい、でですね、まあ感謝はそうね、前半にある程度伝えられたから、まあ足りないんだけどね、全然感謝の気持ち足りないんだけど、今後の予定ですねをざっくり話していきたいなと思いますよ。まあスケジュールは一応出してるんですけども、ね、それ以外の詳細とかも言っていこうかなと思います。あ、そうだ、そう、モデレーターさんのこともそうだ、話そうと思ってたんだ。とりあえず早い、お早く来てくださって、とりあえず1名の方は決定いたしまして、お願いさせていただいてるんですけど、あとね、あともうちょっと何人か増やそうかなと、お願いしようかなと思ってて、でちょっと時間とかね、来られる時間帯とか被らないように今、ちょっと考えさせてもらってるところなので、ちょっとね、もう少々お待ちいただければと思います。とりあえず1名の方にお願いいたしました。まあお願いいたしますということでね、はい、そうなんです。でモデレーターさんはまあそれで、今後の配信ね。あ、ヤバソンさん、こんあろう、やっとライブ見れた、ありがとう。まあスケジュールだね、スケジュールをまず見た方がいいか。ちょっとスケジュール開くわ。まあ本日15日は1ヶ月デビュー1ヶ月記念配信ということですね。でまあ今日ね、今雑談、ありがとう雑談やってるんですけど、14時くらいから、第五人格を知ってもらおうということでね、第五人格をやる予定です。で22時30分からはリトルナイトメア DLC 第1弾から第3弾まるっとまとめて、クリアするまでやる予定です。でまあそれ以降ざっくりね話していくと、まあ16日とかまた第五人格とかやるんですけど、夜は、リトルナイトメア2の新エンドを目指していきたいと思ってます。はい、やっぱり新エンドもちゃんと見たいということでね、ただいかんせん時間がかかる、あれは。クリアするまで終われません。やったけども、ファントムっていうさ、影みたいなやつがいたと思うんですよ。あれをなんかね、全部揃えたら新エンドが見られるということなので、そう、新エンドを目指して、まあ何日間か
ね、見られるまでやっていくという感じなんですけど、で、5月20日は、ルームファクトリー5、ちょうど5月20日が発売日で、私さ、ルームファクトリーが本当に好きで、知ってる方いらっしゃる方はいらっしゃると思うんだけど、知らない方のためにルームファクトリー5、まあ、ルームファクトリーをね説明すると、あ、コンアロマありがとうございます、ピポ平井さんかな、今からコンアロマ、高田ごめん読めない、とひろ、でもひろだよね、つ、うー、こんばんはこんにちはあ、でルームファクトリーが初期がね確か DS とかだったと思うんだよね、 DS 時代に初めて出て、でざっくり説明すると牧場物語なんだけど、その牧場物語にモンスターとか、と戦えたり、仲良くなってペットみたいな感じにできたりもする牧場物語って感じですね。まあ農業もあるんだけど、そんな感じざっくり言うとで本当にその待望の最新作が20日、5月20日にね発売するということなので、もう私はね何ヶ月前、もう分かんないけどそんくらいから予約してた、ほんと、もう楽しみすぎて、いやだからちょっとこれは初めてだね、初めてのホラーゲームじゃないですね、ルームファクトリーに関しては。だからのんびりねのんびりやっていけたらいいなっていう感じです。はい、あ、道博さん、ちょっと待ってね、ごめん書くね、待ってね、トールヒロで道博さん、あ、ちょトールヒロね、ヒロで道博さん、 OK です あ、そうね、ポケモンかけるポケモン確かに、そうかもよ、そうだね、そんな感じかもしれない。で、私イラストとかもすんごい好きで、ほんと楽しみにしてるので、まあね、その5月20日もまあ楽しみにしていただけるとればと思いますそう、眠くなっちゃうかもしれないけどねそう、ほのぼの配信系です。今日の2時からが第五人格で、10時半、夜の22時30分からは、リトルナイトメアの DLC です。待って、はつみさんいらっしゃった。待ってね。はつみさん。どうしよう、はつみさんが見つけられないだと？なんだと？なんだと？いた、ゆうでござる、くうの非常食さん、こんにちは、はつみです、いらっしゃいませ、桜のアロマと申します。今日で、デビューして1ヶ月が経ちました。ぜひね、ゆっくりしてってください。あ、はつみさんっていうのはネタなので、気にしないでください。はい、あ、そうそう、スイッチでもあるルームファクトリー。でもその新しく出るルームファクトリー5もスイッチで、そう、最新作の方をやっていく予定です。はい。あ、つくしんぶさん、こんばんは、用事あるのでアーカイブでも見ます。ありがとう。はい。おめでとうございます。ありがとうございます。ほんとね、1ヶ月。ありがとうございます。もう皆様のおかげで、ほんと1ヶ月。1ヶ月ですねいやちょいちょい感慨深くなるわ、1ヶ月かとか思ってありがとうございます。で、どこまで話したっけ、
20日か、20日のとこまで話して、まあ20日以降はルームファクトリーもちょいちょいやっていくんですけれども、さらに予定して今いることってなんだ予定していることがあります。ですね、皆さんスーパーファミコンはご存知でしょうか正直私やったことないんですけれども、スーパーファミコンでドラゴンクエストをやろうと思ってますなんか昔ながらの良きゲームもやっていこうじゃないかということで、ドラクエもあれですね、あのホラーゲームじゃないんだけど、まあホラーゲームじゃないのもやってほしいっていうのがちょくちょくお声いただいておりましたので、そう、そこもちょっとね今後やっていきたいなと思ってるので、お楽しみにということですね。はいそう、懐かしい方は懐かしい、え何それって思う方は、まあまあまあこれをね私を機に知っていただけたらと思いますよね。はい、そうレトロゲームやりたいと思ってますとりあえず全シリーズやってみたいと思ってるんだけど、まあまずは初期からって考えてるかな。ドラゴンクエスト1、本当に初期から、まあ今のところはですけど、また変わるかもしれないですが、今のところはそうやりたいなと思ってます。エペは無理です、私エーペックスは無理です酔います、本当に酔います、ごめんなさい。私本当にバイオでさえ酔い止め薬を飲んでやっと配信してるんですけども、エーペックスは酔いの代表格、マジでちょっとエーペックスはできる気がしない、ごめんなさい。はい、スーパーマリオもいいよね、わかるわそう、毎日配信おかげさまで1ヶ月ありがとうございます。スーファミのドラクエ多分ね 1,2,3,4,5 とかなんかあった気がするまあ時間をかけてやっていきたいなと思ってますよ。はい、まああとはいろいろそこら辺は考えてるんですけど、まあまあおいおいね、とりあえずそうドラクエとルーンファクトリーはやるよっていう話ですね。はい、あ、つゆきさんこんがろーモンハンはさあ、どうだろうな、でも今ドラクエはとりあえずやろうと思ってるから、あとルーンファクトリーしばらくはやらないんじゃないかなそうこうしてるうちにモンハンブームがなんか去ってしまいそうな気もしないではないんですけども、はい、あ、ソーダさんこんろー、あ、クハクさんもこんろー、学校で送りました、お疲れ様、ありがとうね、みんなね、ちょっと参加型はいろいろ考えてるんですけど、そうね、とりあえず今のところ近々はまだ予定してないですね。参加型の声もね多くいただいてるんですけど、ちょっとね参加型いろいろ個人的に大変だなと思ってて、準備とか中の話とかね詳しく設定しないといけなかったり、ルールとかをねすごい設けないといけないなって思ってるので、はい、ちょっとそこはねゆっくり考えてます、お待ちください。で、あとなんだっけな、言わないといけないこと、そのくらいか、予定、あ、待って待って待って、そうだ、泣く橋さんね、泣く橋さん
大変失礼いたしました。昨日は立花さんとお呼びしてましたね。よく見たら橋さんだったけど、泣く橋さんですと。ありがとうございます。泣く橋さん。あゆあさんこんアロマ。でうん、そうね、まあ今後の予定はそんな感じで、とりあえずまあいっぱいゲームがあるのよ。いろんなさ、たくさんいいゲームがあるのは分かってるの。私もゲームが好きだから。でなんだったらホラーゲームもまだいろいろしたいのがあって、うん、迷ってるんです。はい、ちょっとね、考えさせてください、もうちょっとね。あ、ジョジョ好きさん今来ました、1ヶ月おめでとうございます。ありがとうございます。あ、人間不信のブラクラさんこんばんは。今授業が終わりました、1ヶ月記念おめでとうございます。ゲームしてありがとうございます。いや本当にね、立花でいいの？本当にいいんですか？立花さんで覚えちゃうよそれ。いいの？あ、こんにちは、初めまして。え、国安さんでいいのかな。はじめまして、桜のアロマと申します。今日でデビュー1ヶ月が経ちまして、主にホラーゲームやってるんですけど、今後ね、ちょっとホラーゲーム以外のほのぼの系なゲームもやっていきたいなと思ってます。あ、レトロゲームもか。はい、ぜひゆっくりしてってください。あ、初見さんっていうのはネタなので気にしないでください。はいですね、そうですね。あとなんかあるかな。あ、そうなんです。とりあえずひとまずモデレーター一人の方にお願いしておりますが、あとそうだね、何人かにはお願いしようかと思ってます。時間帯がね、いろいろ来られる時間帯がね、それぞれあると思いますので、ちょっと少々そこはね考えさせてくださいということで。はい、あゆさんこんばんは、今来ました、デビュー1ヶ月おめでとうございます。ありがとう。お昼ご飯食べるのでお茶。食べておいで、いってらっしゃい。みんなお昼ご飯は食べたのかな、大丈夫かな。うん、赤神さんこんばんは。はい、初見ではないの分かってます、ありがとうございます。はい。なになに、ストリートファイター5。あー、今のところは考えてないですね。まあいろんなゲームがあるからね、本当に難しいよね、何をするか。うん、日々考えております、何をしようか。第五人格はします。はい、第五人格はこのあと14時ぐらいからね、このまま続けてちょっと準備中にしてすぐに切り替える形でやっていこうかなと思ってます。とりあえず第五人格を知らない方もいらっしゃると思うので、まあ今日は主に説明みたいな、こういうゲームですよっていう感じからねやっていきたいと思います。だからランク戦って思ってたんだけど、説明するとランク戦どうだろうかなと思ったりして、はい。あ、すめいさんこんばんは、今来ました、1ヶ月おめでとうございます。ありがとうございます。いや本当みんなに祝ってもらえて嬉しいよ。いやもう本当感謝。そうだ、大事なこと忘れてた。これはそう、みんなに言わなきゃって思ってたんだ。もうこれこそ本当みんなのおかげだから。え、私ずっと、あ、そう、参加型ではありません、第五人格参加型ではございませんのでお気をつけください。そのうちやるかもしれないけど、ちょっとまだ考えてます。ルールとかをねちゃんと設けないといけないなと思ってるので、はい。で、そう、ですね、私、いつも終わりがけに告知させていただきましたが、総再生時間4000時間を目指しておりまして、無事、昨日か、いや今日かな、いや無事4000時間を達成いたしました。ありがとうございます。本当にもうみんなが垂れ流してくれたおかげ、ありがとう、本当にありがとう。そう、ありがとう、もう本当にこれもね
感謝が深い。本当ありがとうございます。これでめでたくちょっと大人の事情になってしまいますが、収益化ができるということなのでそのうちちょっとメンバー限定なんていうものも始めようかなと思っておりますが、まあ、そこに関してもね少々お待ちください。スパチャとかもねしたいなって言ってくれてるありがたいお言葉もちょくちょく見られますので、まあ、そこの機能もね搭載していけたらいいなとね今後思っております。はい、ありがとうございますそうでもねまだあれなんですよ、 YouTube さん側にあの4000時間達成しましたよ、だからお願いしますって送ってからちょっとどのくらい時間がかかるのか分かってないので、多分ね、いや間違いなく今月中にはできるのではなかろうかと思っているのですが、まあちょっとお待ちくださいはいということでねいやまあいやスパチャに感じましては本当にありがたいんですけど、無理せずお気持ちでっていう感じで本当気持ちだけで、むしろ見ていただけるだけで本当ありがたいので、無理せずはいお願いいたします。はいということでね、くらいかな。あとなんか聞きたいこととかある？どうなんだろう。私さあれなんだよね、マシュマロを設置したってなんか昨日ぐらいにようやく言えたんだけど、なんかそこら辺で質問とかもし来てたら答えようかなって思ってたんだけどね、そんなに応援のメッセージとかは届いてます、ありがとうございます。なんだけどまあでも質問はなかったかな、そんなに大丈夫かなういやスパチャの仕方、いやありがとうございます、もうほんとねはい、メンバーシップもちょっとお楽しみにお待ちください。あ、チャンネル登録者数はちょっとここまで隠しといてあれなんですけど、ちょっとねいつ出そうかなって思ってるんだけど、もうちょっと隠しとこうかなって思ってる。そんなに体があるわけではないんですけれども、はい、まあ気になる方もいるかもしれないですけど、もう少々ねそこもお待ちいただけると、はいというわけですね。なんかあとあったかな、マシュマロちょっと多分質問はなかったと思うんだよね。応援、あそうだ、これもさまた伝えとこうかなって思ってたんだよね。あ、メンバーおいくら程度、ごめんまだ全然そこまで考えてなかった、考えてなかったけど、一般的に考えて何百円だったっけな、何百円かですね、1000円以下、なんか値段によって分けるとかもごめんまだ全然考えてなくて分かり次第お伝えさせていただきますね。はい、でもまあ何百円かかな、と思います。はい、1000円未満ではあると思いますね。そう、はい、そこも楽しみにお待ちくださいメンバー限定のこともねもちろん考えてはおりますので、はい、まあお金になってしまうんですけどね、そこは申し訳ない、私もいろいろお金がかかるのよごめん、大人の事情をちょっとポロッと漏らしましたが、まあまあまあ、でも本当に気持ち的にはマジで来ていただけるだけでありがたいって思ってるのは本当、これは間違いない。はい、何言おうとしたんだっけ
まああと質問なければ、なんだろうな。いろいろ大人の事情がね、申し訳ないです。ほんとね、生々しい話に。はい。まあでも主に視聴していただければと思います。ほんとね、ありがとうございます。はい、くらいか、言わないといけないの。もう済んだかな。あ、違う、これをまた言わないといけないと思ってたんだよ。危ない。あ、シロさん、お昼作り終わったんでもなりました。お帰りなさい。私ちょくちょく言ってるとは思うんですけれども、また再度、ほんとこれ多分今後も何回か言うことになるかもしれないんですけど、YouTube の動画のコメントや、Twitter、リップ、DM、まあ、しっかり本当にあのね、コメントありがたいと思っております。本当にありがたいと思ってて、できるだけ返したいという気持ちは山々なのですが、もう本当にごめん、返せなくなってきたっていうか、返せてない、本当に申し訳ない。なので、ごめん、本当、あんで、なんだったら YouTube のね、動画のそのコメントも読めない時も増えてくると思う。もし、なんだったら、そう、だからちょっとさ、あとそうだ、ツイッターの通知がなんかちょっと、おかしくなってるのか分かんないけど、なんか来ない時があって、で他の方とかの来てて返してたりするんだけど、その方は気づかなくてっていうこともあって、申し訳ない、確認できるだけするようにするけど、ねー、ごめんね、ほんと私さ、不器用なんだよ。不器用で片付けていいことじゃないかもしれないけど、ほんとこれやりながらこれっていう作業ができないの、ほんとに。だからさ、ごめんね、ほんと、申し訳ない。できるだけいいねは返すようにしているので、すみませんが、よろしくお願いしますということでね、気にしなくて、ありがとうございますもんね。そう、みんなのね、お優しい言葉に救われる、本当に、ありがとうございます。そう、なんかツイッターはちょっとね、よくわかんないんだよな、詳しくないからなんだろうけどね、わかんないんだよね、重いのかもしれないね。ツイッターも YouTube さんも頑張ってくれてるから重いのかも。でもちゃんと見るようにはしてるので、本当にありがとうございます。本当に感謝。を言ったら大丈夫かしら。あと、いやもうね、メモとかさ書くようにしてるんだけど、くらいかな。そうかな、大丈夫かな。あと、なんか気になることとかある？大丈夫？質問とかね、家族がいっぱい、友達もいっぱい増えて嬉しいんだけど、ごめんね、ほんとみんな平等に愛していきたいんだけど、てか平等にね、そのさ、してるつもりなんだけど、もしごめん、寂しいとか感じてたら申し訳ないんだけど、ちょっとね、ごめん、毎回は返せないね、ごめんね、ということでね。はい。もう大体私が話したいことは終わりましたかね。感謝は尽きない。もう感謝はそして日に日に増えていく一方です。毎日みんなに思ってるよ、本当に。1ヶ月でさ、こんな感謝が増えるんだから、こ
今後どうなるんだろうね。何ヶ月さ、1年とか経ったらさ、まだ全然想像できないけど、楽しみだけどね。いや、みんながね、ずっと、ね、友達とか家族でいてくれるように私も頑張っていきたいなと思ってます。というわけでね。そう、まあお分かりいただけるとね、嬉しいですね。そう、あと結構ご心配の声もね、日に日にいただいておりまして、毎日配信してるせいかは分からないけど、ありがとうございます。あの、のど飴もね、おすすめしていただいたやつとかも、まあ、あの、糖分は取りすぎると良くないということなので、あの、そこも気をつけていきたいなとは思ってます。うん、そうね、うん、はい。ちょ待って、めっちゃお腹鳴ってんだよ今。みんなご飯食べた？大丈夫？私ちょっとさ、あの、ご飯まだ食べてなくて、だからついちょっと、あの、この始まるさ、アロマの湯のツイートでケンタッキー食べたいって言っちゃったんだけど、ごめん、誰か言ってくれてたよね、ケンタッキー食べてもろてみたいなやつ。ちょっと夜とかに食べたいなと思ってるんだけど、いかんせん外出ないからね、本当にね。はい。無理はせず、ありがとうございます。本当ね、無理はせずにね、あの、頑張っていきたいなと思ってます。はい。そう、龍角散マジで好きなんだよね。でも龍角散はなんか糖分があるみたいなので、うん、気をつけます。糖尿病にならないように気をつけます。食べてない、食べて、え、みんな食べていいよ。私食べた方がもしかしたら食べやすい、もしかしたら。え、食べよう食べよう、ラーメン食っていいね。食べて。そう、栄養面みんなも気をつけて。うん、ケンタッキー美味しいよね。マジでバイオのさ、ヴィレッジやってからさ、ニワトリさんに感謝しつつ、ケンタッキーが食べたくてしょうがない日々を過ごしてて。昨日ケンタッキー食べた、いいな、いいな。これから買い物行く。いってらっしゃい、お気をつけて。そう、ケンタッキーのね、個人的なイメージはクリスマスに桜の毛は食べてたんだけど、みんなはどうなんだろうね。なんかクリスマスが今年もっていう CM あるじゃん、ケンタッキーの、あれのイメージ。あ、モスはモスも美味しいよね、わかる。モスチーズバーガー好きよ私。うん、あ、そう、 VC3000 のど飴も、はい、舐めます。あれさ、私初めて食べたかもしんないけど、食べたの、舐めたかもしんないけど、あの、あれ美味しかった、美味しかったです。とても喉に効きそうな、しかも美味しい、素晴らしいなと思いました。龍角散と共に、あれはノンシュガーって書いてたので、ね、それこそ糖尿病も気にせず、うん、舐めて素晴らしいものだなって思いました。ありがとうございます。うん、体を動かしたらある程度健康にエネルギー、そうなんだよね。そう、運動不足すぎるんだよ私マジで。本当にさ、ずっと座ってんの永遠と良くないと思ってんだよね。あの、家の中でストレッチとか本当した方がいいよね。うん、気をつける。うん、ケンタッキー食べたい。あ、そう、モスも美味しいね。そうなんです。感謝した鳥で焼き鳥食べた。それは良かった。うん、焼き鳥も美味しいね、モスも美味しい。やばいやばいやばい、飯テロが過ぎてちょっと私のお腹お腹が。あ、マックも美味しいよね。確かにポテト、なんかしなしな派とさ、カリカリ派で分かれない、マックって。でもカリカリ、カリカリが好きかな。いやでもしなしなも美味しいけど、
あー、美味しいよね。そうよね、腰痛めたりね、膝痛めたりね。そうなんだよ。そうなの。私今それを感じてる。なんか腰痛はもともとあったの、腰痛持ちで。小学校くらいから私腰痛持ちなの、なんだったら。なんだけど、なんか、いや、めっちゃお腹鳴る！ああ！私の声でかき消そう。でもその、最近、マジで、膝がプルプルしてきたの。本当におばあちゃんになってきてるから、そろそろやばいなって思ってるから、マジで、ストレッチとか、ちょっとの時間でもね、1時間座ったら、ちょっと5分休憩してストレッチとかはやんないといけないなって思ってる。ほんと。そう、おばあちゃん。ね、2歳だけどおばあちゃんも、1歳ぐらいからおばあちゃんだと思う。カリカリ美味しいよね。あー、ダブルチーズバーガーわかる。美味しいよね。あー、黒猫さん、久しぶりです。さすがに1ヶ月記念はこの日も来ました。ありがとう。いいんだよ、他も来てくれて。でも忙しいのか。忙しいとしょうがないよな。そう、マジで、本当に生まれたての子鹿みたいな感じ。やばいと思った。あ、こんななるんだ、人間ってって思った。坐骨神経痛？そんなのあるんですか？そう、頑張ります。そこも直していきたいと思って。立てる立てる、大丈夫。まだ歩ける。ただプルプルするから、階段とか 階段とかやばいと思う。座りすぎ注意で。みんなに介護してもらわないといけないようにね、なる前に自分で何とかします。ありがとうね。筋肉か。筋肉な。筋肉つけられるのかな、私。そう、本当みんな優しくてね。ちょいちょいその本当に私のコメントで初見さんとかが「温かいね」って言ってくれたりするのも嬉しくてさ、本当にみんなの温かさが伝わるんだ、ありがたいなーって思いながら、いやでもやっぱ温かいよなーって、そこも日々感謝してるところですね。本当にありがとう。整骨院か。確かに整骨院、そうだよね、行った方がいいよね。ありがとうございます。あ、ひろきさんも。そう、仕事、いや、大丈夫ですよ。ありがとうございます。そんなね、なんかね。もう無理しないでください、ほんと。そうだよね。忙しいからね、みんなね。ありがとうね。いつも忙しい中来てくれて、ほんとに。そう、通院することになりましたみたいなツイート、シャレにならないね、ほんとにね。でも、まず、病院は行かないな。整骨院はね、行った方が私もいいかなとか思ってるけどね。ちょっと行ったことないから、いろいろ調べないと。怖い。初めて行くときは調べないと。あ、自分ができる範囲の運動で変わるかな。そうだよね。とりあえずじゃあ、ストレッチとかで、なんとかしてみよう。え、それでもうどうしようもできなくなったら、整骨院考えるわ。OK、そうしよう。ありがとう。そうね。あ、参加型はそのうちやろうとは思ってるんですけど、それこそメンバー限定では考えてるんだけど、本当に私、参加型はね、個人的に大変なイメージしか持ってなくて、ちょっとね、ルールを固めたいの、いろいろ。で、ちょっとね、そこもまだ全然まとめきれてないから、ちょっとお待ちください。そうね。お待ちいただけると嬉しいです。みんなでお見舞いに
ありがとうね。電気とかかけられるの？整骨院で？ビリビリするの？それ気持ちいいビリビリ感みたいなことなの？静電気とかではないよね。散歩とかいい。散歩。確かにな。買い物行くついでに散歩したらいいんだろうな、きっと。そうだと思うわ。生活員がそんな最後の砦みたいな。そうね。そう思ってるよ。でも最終的にはもう病院じゃない？もう、わかんないけど。1時間散歩はなかなかしんどいかもしれん。ああ、でもそっか。そうだよね。そうそう。まあね、アロ中の皆さんはね、もちろんそんなね、嵐とか煽りとかさ、今更ね、するわけないっていうのはわかってるんだけど、参加型ってなるとほら、やっぱまたね、新しく初見さんとかもいらっしゃるかもしれないしね、日に日に初見さん増えていらっしゃいますから、ちょっとルールを固めたいですね。はい、というわけですね。あ、アパアパさん、こんにちは。初見さんでよろしかったかな。あ、初見さん、初見さんっていうのはネタなので気にしないでくださいね。桜のアロマと申します。今日でですね、デビューして1ヶ月が経ちました。ぜひね、私を知っていただいて、他の自己紹介動画とかも出しているので、もしよければ見ていただけると嬉しいです。ゆっくりしてってください。そう、私本当お家大好きなの。出たくないっていうか、もう本当に出てないのやばいと思うんだけど。そうね、外出ないとね。桜見に行った時ぐらいよね、唯一みたいな。あと飴買いに行った時くらいかもしれない。そうね。そう、概要欄、ありがとうね。そう、分かってる上で概要欄確認してね。あ、一応概要欄増やしましたんで、ネタバレしないでねっていうやつね、増やしましたので、はい。何？バイク事故？何？何？どなたが？大丈夫？気をつけてね。お大事に。あ、ピリピリくらいのビリビリ、痛くはないんだ、電気は。そっかそっかそっか。じゃあいいのか。そうだよね。あ、シロさんか。待って、今見たわ。大丈夫かな。ま、無事をお祈りしてちょっと待っとくか。今49分、あと10分くらい、あ、50分だった。あと10分くらいで第五人格とかの説明に移ろうかな。確かにお家の前だもんね、シロさんはね。じゃあ、大丈夫じゃないかなね。みんなも気をつけてください。まあ、事故はね、その自分が関わってない事故はさ、もうなんか、え、なんでって思うけど、もうご自分たちでね、お気をつけていただきたいですね。車を運転されてる方とかも結構いらっしゃるかもしれないからね、安全運転を心がけましょう。参加型やるとしたら、第五人格ですね。第五人格第五人格が好きなので、まあそのうちもしかしたら増える可能性もあるけど、でも絶対考えてるのは第五人格。そう、なぜなら私が好きだから私が好きなものを知ってもらって好きになってほしいという、はい、感じですね。まあ、とりあえずだから今日はその第五人格
私を通して知ってもらおうっていう回をあと9分後くらいかやろうかなって思ってます。はい。いやー、駅降りたらホームに血だらけ。いやー、それは普通にホラー。あ、そうだ、ごめん、あのさ、私準備不足で本当に申し訳ないんだけど、一応最初に謝っとくわ。第五人格始まってからも謝ろうと思ってたことがあるんだけど、そう、 PC 版でやるんですけど、今日はそのね、PC 版とスマホ版って一緒にはできるんだけど、なんていうかな、アカウントってさ、引き継げないんだっけ、なんかあって、そう、 PC 版のアカウントを作ったので、 PC 版のアカウントを作ったんだけど、新しく作り直したやつだからほとんどそのキャラクターとかも変えてなくて、今日は本当お試しみたいな感じでみんなに知ってもらおうと思ってるんだけどうん、あ、こんばんはラブキムミミさんはいつも元気そうでありがとうございます。で、そうそう、あのね、多分明日も第五人格予定してて、今日ね、そのスマホで、そのなんだろうな、配信つなげてできる機会が多分今日届くの。もっと早く準備できたらよかったんだけど、なんか発送とか結構遅れちゃってて、ごめん、今日に間に合わなかったんだ。ごめんちょっとポンアロクオリティで許してほしい。ごめんね。今日はね。今日は、だから、PC でやるの。PC でやるんだけど、操作がおぼつかないと思う。え、本当に第五人格好きでやってんの？っていうプレイしちゃうかもしれないんだ。ごめん。本当に申し訳ないと思う。でも今日はみんなに第五人格を知ってもらおうという回だから、うん。今日は許してほしいということで。はい。うん、チュートリアルからではない。ちゃんと人格とかはもう上げきってるんだけど、いかんせんここのところちょっとサボってて、ちょろっとね、さっき触ってきたんだけど、PC 版ほんと難しくて、操作が私慣れてなくてさ、ほんとにキーボードとかだからコントローラー使ってやるんだけど、ごめんね。ちょっと明日以降、そのスマホとかタブレットとかを用いてやることになるかなと思います。はい、そうなんですよね。今日はドクターとか PC でねやりますね。はい、医師あ、そうね、医師もいいよね、可愛いよね。私あと見逃してないよね、ちょっと今コメント、あ、1ヶ月記念おめでとう、ありがとう、ナポリサポの江崎さん、ありがとうございます。こんろん。そう、まあ今日を機会にね、第五人格を知ってもらってね、ぜひプレイしていただけたら、またそれも嬉しいんですけど、プレイヤー名桜のアロマだよね。いや、わかんないけど、今日の PC は桜のアロマにしてるはず。まあどうせあれだから、このあとやるからそう、今日このあと第五人格、まあ2時くらいから1時間くらいかな、ハンターと、サバイバーっていうのが、まあ、4対1で行うね、鬼ごっこゲームみたいな感じなんですけども、それどちらもね、ちょっとプレイしながら説明していきたいなと思ってますよ。うん、全然観戦でも嬉しい。そう、なんかさ、チュートリアルほんと長くてさ、第五人格ってそんなに、なんだろう、しかも
丁寧かって言われると難しいところがあって、そこはねちょっとあれなんだけど、慣れてしまえば本当にいいね、可愛くてね面白いゲームなんですよ。はい、キャラは主に、そうだな、最近は冒険家、最近はっていうか、だから最近サボりがちなんだけどね、シーズン変わったんですよ。しかも第15シーズンだっけか。そう、主にサバイバーは冒険家、ハンターはアンデッドを使ってるんですけど、ちょっとねアンデッドも、まあ、そのちゃんとした詳しい内容はちょっとこの後ねやるね、それぞれいい時間だしね。あ、ごめん当たっちゃった今マイク。あ、帰宅しました、お帰りなさい。そう、チュートリアルもうちょっと考えてほしいなって運営さんに本当に思ってるけど、うん、難しいのかもね今からだと。待って、おつあろ、おつあろ、待って、おつあろ、おつあろ、おつあろ、ちょっと待って見逃してるな。お仕事か、お仕事、あー、ボラギノールさんだ、仕事屋から抜けます、ありがとうございます、おつあろ。ごめんね、みんなのコメントで気づくっていうね、申し訳ない。そう、アンデッドがね、そう好きなんだよね。結構ごつめのおじさまみたいな感じだけど。あ、レンコンさんがこうやって今帰宅ですかな、デビュー1ヶ月おめでとうございます、ありがとうね、ありがとう。そう、あとすごい容量使うから、スマホでやる方は気をつけて、すごい容量使うマジで。そこだけは注意した方がいいかも。どれくらいかかったかな、でもチュートリアルは そんなにかかんないけど、その人格っていうのがあって、その人格によってできることっていうか、なんか付与されることが違ってくるんだけど、まあ、それもこの後すぐ見た方が分かりやすいと思うから、そう見ながら説明していくんだけど、それを貯めるのがマジで時間かかる。はい、30分くらいか、確かに。そうね、多めに撮っとくの方が、見た方が絶対分かるから。そうだね、もう59分だから、ちょっとこのまま一旦準備中にさせていただいて、第五人格付け直してくるから少々お待ちください。え、猫動画とさ、その準備中の画面だったらどっちがいい、みんな。どっちがいい、どっちでもいい、どっちでもいいか。あ、そろそろ落ちます、ありがとうございます。猫動画ね、オッケー、じゃあ猫動画映しとくから、今日は猫動画2の方にしようかな。じゃあオッケー、じゃあ映すね、はい。
よし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 、お待たせー。これ第五人格の、まあ中入った画面なんですけど、ちょっと待ってね、大きさ、私ちょっと待って、今切れた。大きさがでかいか、なんかいつもよりでかいな、これ。こんなもんだっけ、ちょっと待って。こんなもんか。でもおいし、これでいきましょう。おいし。で今音流したわ。ホームページから一旦読ませていただくと、第五人格はどういうゲームと言いますと、あれ待って、これ反応してる？カメラ大丈夫か？オッケー。あ、こんばんは。今来ました。非対称対戦型のアクションゲーム。まあでも、デッドバイデイライト分かる方が一番分かりやすいと思うんだけど、鬼ごっこゲームですね。サバイガー側が4人で、ハンター側が1人。で、サバイバーが追われる側で。逃げる側ね。で、ハンターが追う側。まあ、鬼だね。なんですけど、まあ、いろんなキャラクターがいて、それこそ。こっちハンターなんだけど、ね、本当にさ、本当にアンデッドしかこれにはなくて申し訳ないんですけど、このアンデッドっていうのが、まあ、私がよくね、使っているキャラクターなんですけど、ちょっとね、あの説明には非常に分かりづらいハンターなので、まあカスタムとかで一旦こういう感じですよっていうのを説明したいんだけど、そうだな、とりあえず説明するためにシナリオを作っていい？一旦ハンターの説明するわ。じゃあで、あのマップとかもほんといっぱいあって、それもね最初覚えられないと思うんだけど、あしろさんお帰りなさい。待って、音消えたわ今。で、ちょっと待って、アンデッドだと説明しづらいから、そうだね、今日使えるから、いやでも最初チュートリアル後できるのレオだから、レオにするか。で、そうだな、さっき言ってた人格っていうのがこういうやつなんだけどね、まあ、これの説明もちょっと後でするわ。一旦こんな感じのですよ、興奮、まあそう、これもね、補助特質とかがいろいろあって、最初リッスンしか使えないはずだから、リッスンでいくね。じゃあ、アンデッドはそう上下でやってるんだけど、私も操作方法がね、ほんとごめん、これ PC 版だからおぼつかないんだけど、まあこれ精神病院っていうマップで、でこれがハンターです、追う側ね。で基本的にハンターは、4人のサバイバーをやりに行きます。あれが鳴ってるのは、間違えたりとか、そのサバイバーがね、この暗号機っていうのを回さないといけないんだけど、脱出するためにこれを途中出てくる判定みたいなやつに間違えたりとか、まあそういうのに通知が鳴るんだけど、で基本的にハンターは、こうやって、あ、これが足跡です、ここを歩いたよって、ほら目の前にいるでしょ、あれが足跡だから、基本的にこの足跡を見つけたら追うっていう感じ。あれ待って、スペースってどこ、ちょ、あー、オッケーオッケー、ごめんね、マジで、あれどこ行った、いたいたいた。で基本的には追って、見つけました、見つけてやります。あ、待って、あれ待って、私これさ設定どうなってる、あ待って違う、設定ミスってたわ、ちょっと待って、これサバイバーの設定にしてた今。
だからだ、なんか反応違うなって思ったんだよね。あこんわろう。まあでも基本的にはそうだね、追いかけてとりあえず捕まえるという気がします。しかもレオっていう、レオなんだよな、レオってさ、弱い、弱いって言っちゃうとあれだけど難しいんですよね。そして私は使えない。レオの判定が。アクアクさん帰りなさい、食べ終わった、よかったよかった。ちょっと今ハンターの説明してました。でこのフンフンっていう、やばいな、ちょっとボット相手に、ボット相手に。で一発殴ると右上見てください、これが一負傷状態になりますね。でハンターは基本的に2回やらないといけないんですよ。はい、これで倒れましたと。倒したら、ちょ待って、それパペット、いやこのレオはね、このパペットっていうやつを置いてやるんですけど、基本的にこうやって今赤く光ってるところに座らせないとハンターは意味がないです。こうやって座らせて、でこの右上のゲージがあると思うんだけど、あれが一番上まで来ると飛びます、てっぺんに。そうで基本的にそれを3人以上飛ばすことができたらハンター側の勝利。あーでね、こうやって助けに来るけど、まあ基本的にはそんな感じかな、ハンターは。そう、あの状態で飛びます。で、サバイバー、サバイバーも、あーじゃない、まず人格やるか。でも一旦ハンターやったからサバイバーも見せてからの、じゃあ人格の説明に移るね。結構ね、その覚えないといけないことは最初はね多いかもしれないんだね。で私が主に使うのはこの冒険家さんなんだけど、でもあれだよな、最初のことを考えるとやっぱ医師か弁護士、ここら辺キャラクターによってできることが第五人格っていうのは変わってきちゃうので、視聴者参加型はねそのうち考えてるんですが、今日はしません。今日はちょっと説明で、明日もする予定はないですね。でまあこれサバイバーなんですけど、この光ってる上のさ、チカチカってしてるところあるじゃないですか、こういう、そこが暗号機の場所になってます。まあ、このね暗号機の場所も最初は覚えづらいかな、弁護士とかの方がいいかもしれないね。そしたらでこうやって基本的に解読をします。この解読を5個、今上の真ん中ねに5個の暗号がまだ解読されていませんってなってると思うんだけど、そうこれを5台解読しない、あーやばい間違っちゃった、これが通知いきます。今のが失敗したので、これをハンターに通知がいきます。さっきみたいにね、そうで地下室が未更新ですってなってるのは、まあ、ハッチって言われてる。あ待って、この黄色、待って待って、なんで押せない、待って違う、私あれだ、ちょっと待って、今度サバイバーのやつにしてなかった、ちょオッケーオッケー、ちょっとこれで大丈夫なはず。でこの黄色いところが一番いいんだけど、白いところだったら大丈夫、白いところを基本的にやる感じ、こういうところで、この心音はハンターが近づいたらこの心音が鳴ります。なのでほらあそこいるでしょ、この心音は気をつけた方がいい。もうこの信用来たらほんと近くにいるよっていうことなのでね。
あ、ごめん、ちょっと待って、コメント隠しちゃってた今。よいしょ。え、めっちゃ近いじゃんこれ。で、ちょっと一回殴られたいな。え、なんで素通りするの。あ、殴られたね。で、医師は何ができると言いますと、私追ってくる、追ってこないね。こうやって回復することができます。自分で負傷した状態をこうやって回復することができるっていう能力があって、それが、これ空軍と祭司っていうキャラクターなんだけど、それぞれが違います、できることが。そうだから、とりあえず神運来たら逃げた方がいいよっていうことで、この5台の暗号機をつけたら、あー、でもつけないとわからんか、わかりづらいよな。なんでこんなに進んでないんだ暗号機が。ボットだからかちょ、とりあえず若干時間かかるかもしれないけど、この5台を終わらせます。で、こうやって終わらせると光って、もうここはできなくなります。だから違う暗号機を探さないといけない。で、弁護士っていうキャラクターはそれこそ地図を持っていて、あの暗号機の場所とかハンターとかサバイバーの位置が分かるようなものを持ってるので、初心者さんは、弁護士をやるのがいいかもしれない。あと恐怖の一撃って言ってね、あの例えばこうやってジャンプしてる時とかにハンターの攻撃を食らうと、本来2発食らえるところが1発で死んじゃいます、倒れちゃいますっていうのがあったりするんだけど、それも弁護士だったら関係ない。弁護士は恐怖の一撃もならない。今のが恐怖の一撃かなそう、なんか一発で倒れちゃう状態になっちゃうので、それも気をつけた方がいいかもしれない。終わんないな、全然ボットだから終わらない。待って、じゃあこれを、じゃあ捕まえられました、助けに行かないといけないんだよね。あの、ずっとこのままだったら、あの空軍ちゃんは飛んでしまいます。ちょっと助け行くか。あ、こんばろう、今ちょっと、あー、え、サイシちゃんが助けてくれるのかな、それ。ちょっとこれ、あ、ちなみにこれ今ゲージが半分ぐらいで止まってると思うんだけど、これ超えた状態です。これが超えると、あの、次やられたら飛んじゃうんだよね。これもさ、ちょっと説明慣れないと難しいと思うんだけど、まあこれは徐々にかな。なんか私の方追ってきた。なんで私の方追ってくるんだ。で、まあ基本的にこうやって追われたら、後ろを見ながらとか難しいんだけど、こうやって板を当てると一定時間スタンしてくれますよ、動かなくなりますよっていう感じなんだけど、なんで私追われてるんだろう。てか、さっさと終わらせてほしい、みんな。え、なんで、ちゅ、こことか結構終わりかけじゃないの。あー、ダメだ、まだまだ終わんない。なんで私こんなに追われてるのね。ちょっとボットさんたち頑張ってくんないかな。ボットさんなんでこううまくいきますが、え、私板当てがすごい下手くそ。ちょ、待って、マジでどこのさやりかけなんだけど。あ、おつあろう私以外をって、あ、やっとついた、ついたね。あと1台、あと1台をつけたら、やっと、え、ゲートと呼ばれる脱出通路が開きます。え、それが開いたら、あの、やっと脱出をできる時になるんだけど、ちょっと全然つかないな。あー、ちょ、あー、ついたね。で、これあれ、ドアのマークあるじゃん、このドアのマーク、あれね、あれが脱出、あ、これも、これが脱出のところで、何をするかというと、これもすぐドアが開くわけじゃありません。こうやって今やってくれてるけど、ドアを開かないといけません。だいたい、脱出口が2個あって、
で、この地下室が更新済みってなってると思うんだけど、これはあのね、あれです、これ、これが地下室、このこれ、これ、これ、これ。でもこれはみんなが脱出しないと、もしくはみんながやられてないと開きません。あと暗号機が3台やってないと。なので、え、なんかどっか行ったんですか。本当になんだろうな、使いどころは難しいこのハッチ。しかもこのハッチの場所変わります。場所が今回はここでしたが、ハッチの場所が何箇所かありまして、それも覚えるの大変かもしれないね、もしかしたら。そうね、あの子出るね。じゃあ私ハッチから出ましょう。あ、こうやって風の音が聞こえます、ハッチの近くでは。この音、この音が注意で、開いてるからこっちからも脱出できるよっていう感じですね。あ、ムササビさんお帰りなさい。今ちょっとサバイバーの説明が終わって、ちょっと人格の説明に移ろうか。あ、マジでさ、覚えるの結構大変かもしれないんだけど、覚えたら楽しい。はい。で、ちょっとね、キャラクターゲームなんだよね、結構第五人格って。私キャラゲーだと思ってて、あのハンターサバイバー、もうそれこそこんだけ3ページ半とかになるぐらいまでのキャラクターがもう出てて、サバイバーはね、ハンターも2ページちょっととかのハンターが出てて、それぞれが本当に違うの、できることとか。だからね、そこもちょっとね、覚えなきゃいけないことは多いんだけど、プラスしてこの人格っていうものがあって、え、これ最初チュートリアル始めると、ゼロから始めます。ゼロから始めてマックスが120まであるんだけど、とりあえずサバイバー見るか。まあ、なんぞやっていうとさ、ちょっとクリックするとわかるかもしれない。あの特質、18メートル以内のサバイバーを表示するとか、まあこれはだから18メートル以内のサバイバーを、これをつけることによって表示することができますよっていうのとか、まあそういういろんなね、ロケットチェアから救出すると自身の移動速度が上がるよとか、まあそんないろいろ特質をつけることができますよってやつなんだけど、マジでこれを上げるのが大変。これは全キャラクター同じです。人格は全キャラクター同じこと。ハンターとサバイバーは違うけどね。で、120間違いなく入れたら、キャラクターにもよるんだけど、この仲直りっていうやつと危機一髪か割れ窓理論は欲しいかなって思うね。まあでもそこもね、最初言っても分かんないと思うんだけど、まあまず最初ってゼロから始めるから、徐々にここは覚えていけたらいいんじゃないかなって私は思う。マジで大変だから。で、これはサバイバーのやつなんだけど、ハンターにも人格があって、まあ攻撃回復速度が 10% 上昇するよとか、ね、サバイバーがロケットチェアに拘束されている時自身の移動速度が上がりますよとかね。あ、そう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 、左右とか三陸とか言われる。ちなみにそれも説明すると、ありがとね、ちょっとアップじゃないくしたいな。サバイバーもハンターも多分どっちも言えると思うんだけど、主にサバイバーってサバイバーの方がいいか、サバイバーの方が言うと思うわ。三六とか左右って言われてるのは、三六っていうのは時計、これを時計に見立てて、でこっちが三でこっちが六っていう意味の三六です。だから三六だよって言われたら、仲直りと危機一発入ってる人格を使ってますよっていうことで、左右だったら
まあ、この仲直りと割れ窓理論使ってますよっていうことを意味してますね。まあ左右とかだったり三級だったりね、これも時計に合わせて、そうそうそう。だからね、第五人格の実況者さんの動画とか見るとね、すごい分かりやすいのがね、もっといっぱいあるかもしれないんだけど、まあ全然私がいる時であれば聞いていただければ、答えられる範囲では答えますかな。まずね、これをチュートリアルから始めて上げるのが大変なんだけど、上げてしまえばもうここは自由だね。自分の好きなような感じにする感じかな。でね、本当にね、キャラクターがいっぱいいてね、あ、弁護士、これが本当初心者におすすめ。ここら辺とかか。そう、常に地図を、これ地図を持ってるのがこの弁護士というキャラクターなんだけど、未解読の暗号機、脱出ゲート、サバイバーとハンターの位置を調べることができるっていう能力を持ってます。あの地図を持ってることでね。なので本当に、なんだろう、最初覚えなきゃいけないこと、ね、それこそ暗号機の場所、脱出ゲートの場所、サバイバーとハンターの場所とかが分かるから、マジで初心者にはいいかもしれない。うん、この弁護士はもうね、本当にもうキャラクターがね、個性豊かでね、私がよく使ってるのはこの冒険家さんなんだけど、実際さ、そうだな、ランク戦やってみようか。あ、ごめんなさい、落ちますよ、つやろう。サバイバー一回ちょっと行ってみようか。で、行きながらハンターにもいろいろあるから、そのハンターがね、どういうハンターかっていうのもね、理解するの最初大変かもしれないんだけど、よいしょ、一旦ちょっとランク戦に行ってみようか。ランク戦だとあれかな、今日はマルチで行ってみるか。一旦サバイバーやってみるね。じゃあ多すぎる。あ、今多いんだ、知らなかった。あ、今からアイちゃんの出落ちます、いってらっしゃい。待って、1分11秒かかるの、そっか。じゃあなんか説明できる。まあ、こんだけキャラクターがいるとね、それだけみんないるからさ、そうだな、おすすめ、おすすめ、いや冒険家で行くか。とりあえず私がいつも使ってる冒険家さんを紹介しましょう。そっか、今日は誕生日イベントなんですよね。まあ、今日はね、あのウィリアムっていうね、なんだろうな、ボールを使って、ラグビーボールを使ってね、ハンターになんていうかな、突撃してスタンすることができる子がいるんですけど、サバイバーで、その子の誕生日イベントですね、今日は。あ、ハルさん帰りなさい。あ、おそばさん今日この後塾行くので落ちます。あ、頑張ってください、おつやろう。あ、ランク戦とかマルチ戦の違いも分かんないよね、ちょっとそこの説明もすると。あ、でちなみに冒険家さんはこうやってちっちゃくなって隠れることができたりするんだけど、お宝を探しに行くことができて、あ、間違えた、そのお宝が、あのね、何かっていうと、探し出すと 50% この暗号機を 50% 進めることができますよっていうのを手に入れることができます。でこれさ、みんなチャットとか打ってると思うんだけど、右上の感じ、これこうやってね、暗号解読深度とかをあのチャットで伝えることができます、他のサバイバーの方々に。これを、あ、間違えた、伝えるのと伝えないのとではすごい大きく違ってて、
なぜかっていうと、今ここの暗号機をどれぐらい進めてるかっていうのとかを分かるので、このチャットは大事かもしれない。解読に集中してとか、まあ、いろんなチャットがあるんだけど、こうやってハンターの場所も分かるのが強みだと思います。でお宝はこれ、こうやってびっくりマークが出たところを捜索すると見つけられます。そう、基本はサバイバーはその4人のうち3人逃げないと勝てないのね。またここハッチだね。で2人で引き分け、今探鉱者さんがやられました。探鉱者っていうキャラクターがやられたんだけど、ちょ珍しくさ、ハンターがレオだったんだよね。ちょっと待ってね。私がじゃあ助けに行きます。レオか、ちょっとレオはね怖いんだよね、救助狩りが。あ、でも大丈夫そう。あ、これが監視者っていう特質なんだけど、無理か。監視者っていうのはこうやってね、場所が発見されます。でもこれも冒険家さんがちっちゃくなってると、されない、発見されないっていうところも強みなんだけど、こうやってね、パペットをね解除しないと、あのハンターはこのパペットを動かせるようになるんですよ。あずみさんいらっしゃる、こんにちは、いらっしゃいませ。今ちょっと第五人格が好きで、その第五人格を知ってもらおうという配信をしてました。で、私はさっき半分で助けたからこうやってまだ飛ばないんだけど、これが超えて助けちゃうと、もう飛んじゃってます、彼は。これ私がやられる方がいい。いや、早く逃げていい、早くに、ナイス。いやー、で、ああやってね、クロレオって言われる、これも、あー、いやー、それはやばいな、それやったな。で、これを分身みたいなやつを出せることができます。で、彼はもう飛んでしまうんだけど、待って、あと1台だったか。ちょっと 50% を拾ってもらいたいな。この 50% を 22% か。あ、ここちょっと進んでる音します。暗号機って進むと音が変わるんですけど、ちょっと進んでる音です、これ。で、これがあれ、下に落ちてるやつね。下に落ちてるやつがお宝なんですけど、これを、あ、今調香師さんが、ナイスー、ナイスー、ナイスすぎる、ナイスすぎる。使ってもらいたいんだけど、やられちゃったな。いや、そこはあげられないんじゃないかな。そこはあげきれないんじゃないかな。78%。で、この今光ってる、あったんと思うんだけどさ、あれもね、80%。どうしようかな、これは。いや、そっち側に投げようとしてるね。農家員さんの方に投げようとしてる。あー、行ったね。行ったらじゃあ助けよう。で、これを。どこいる？いや、待って、そっち側から来てるー。それはちょっと。で、70、あそこが進んでるから。あ、ナイスナイスナイス、いいよー。これが割ともう、いや、済んだ。あー、で、これが
今超高位さんやられたけど立ち上がったのが仲直りっていう、さっきあの説明してた人格の中の特質があるから今は大丈夫だったんですけど、これがないとただ死んだままです。超高位さんが頑張ってくれてる。いやナイスすぎるね、調香師さんが。あーで、まあ、でも引き分けがナイスって感じかな。まあという感じのゲームなんですけど、まあでもあとは慣れですかね。ちょっと違うハンター来るかなって期待してたんだけど、まさかのレオだったっていう。うん、でそうね、次ちょっとハンターもやってみるか。そう、ほんと深いんだよね。知れば知るほど面白い系なゲームだと思うの。なのでそうだね、ぜひ覚えたら楽しいと思うのでね、私の配信を見てね、あの少しずつ覚えてもいいと思うし、それは珍しいんだよね。で私はさあ、そのアンデッドっていうハンターを使うんだけど、アンデッドは第五人格のハンターの中では珍しい方で、本来椅子に座らせるんだよみんな。あ、落ちます、おつあろう、ありがとうラッキーさん、おつあろう。でやっとくか。あ、でそうだ、私変えないといけない、鬼に変えて、はい、OK。 アンデッドは椅子に座らせることができない珍しいハンターなのね。そうだからまた難しいんだけど、ちょっとアンデッド一回やって他のハンター やる感じでもいいかな。アンデッドしか最近私できなくてさ。あ、初見さんいらっしゃった。あ、アンコロムチムチさんかな、いらっしゃいませ。桜のアロマと申します。ちょっと第五人格が好きなのでみんなに知ってもらおうと思って、今ちょっと第五人格の説明をしながらやってました。であくまでもこれはアンデッドなんだけど、アンデッドはそうだな、基本的にはこうやって進むことができる。おお、あ、ちょっとこれはラッキーだったんですが、見てわかるようにこうやってボタンが出てきません。座らせることができないハンターになってます。で、アンデッドはこの下のエネルギー負荷っていうのがあると思うんだけど、これが50以上になると板とか壊せたり、あとキャラクターによってはスタンって言われるちょっとした短時間動けないようにするのがあるんだけど、動かないようにすることができるサバイバーがいるんだけど、あーちょっとこいつはね、こいつって採取、これ瞬間移動っていう特質になりますね。今超高士いなかった？あ、いたわ、採取。基本的にアンデッドはそう、あのこうやって立ち上がることができるのね、サバイバーも入れてるんだけど、それも人格でね。で立ち上がったら槍に戻るっていうのが一般的で、3回倒したら間違いなく飛ぶんですけど、このまま出血死というものをさせていくハンターになります。まあだからね、ちょっとね、一般的なハンターとはまた違うんだけど、でこの左上の耳がなんか
うるさいみたいなマークあると思うんだけど、これが耳鳴りって呼ばれるマークで、何かっていうと、あの近くにサバイバーがいるよっていうのを教えてくれてるマークになります。だからね、ハンターやるとこれは間違いなく必要なとこかな。で、そのこの祭司っていうキャラクターはこうやってワープを張ることができて、あら引っかかっちゃった、引っかかっちゃった。でこれで飛びます。で飛ぶとああいう風になるんだけど、基本的にアンデッドはこの暗号機を全部つけられてしまうとそんなに強くはないかなっていう気もするんだけど、耳鳴りしなくなりましたね今。こうやって索敵をしていくっていう感じです。あとハンターやるとね、この暗号機が揺れるんだよね。これも最初ちょっと難しいと思うんだけど、そう、攻撃突破型の、あ、これ超光子っていう、こうやってね、香水をやることができて、この香水の時に攻撃を食らうと、その香水を食った前の状態に戻すことができるっていう持ってるんだけど、能力ですね、そんな操作感が、操作感がちょっと、重そうかな。すごい進んでるんだよね。でも、あ、落ちます、ありがとうございます、おつあろです。でこうやって耳鳴りしてきたからいるんだなって思って索敵すると、うん、いた今隠れ、うん、あ、いや、いないわ、しまって、まあ、大体でもいいかな。でもアンデッドいるな。こうやってもうこれ結構終わりかけな音。さっきのね、超濃いさん、あー、それは結構まずいね、ついちゃうかなーしんないね、ちょっと、まあ、ハンターはいかにその暗号機をつけられる前に、サバイバーを飛ばすことができるのかってところが重要になってくる。まあ、あの一等航海士あれを使うことによってね、もう何、何秒後みたいな感じのを見せられるんですよ、幻影みたいな。だから、あ、これつくかも、つかない、つか、だからあいつは追わない方がいい。で、こうやってジャンプ攻撃もできるのがアンデッドのね、特徴なんですけども、アイテムはね、この子はもう2回使ったので2回しか持つことができないんですよ。だから、あ、こうやってね、板を壊せるよっていう、かっこいいんですよ、アンデッドは本当に。冒険家さん飛んだから、開けてる音してる、これがドア開く音ですね。開けないで、
だからもう基本的にアンデッドは投稿してくれた、ありがとうございましたということで、アンデッドはもう出血死する、ま、させないといけないハンターなんだけどね。そう、板殴って壊せるのはね強いんだけど、あれはその50溜まってないとできない。そこら辺はちゃんとコントロールしてやる感じなんだけど、ちょっとね今までの第五人格とはまた違ったねハンターではあるので分かりづらいんだけどね。ハンターよりサバイバーの説明した方がいいかな。あ、翔さんおかえりなさい。あ、タソッチさんコンアロー1ヶ月おめでとうございます。ありがとうございます。で、明日はあのスマホ版でやらせていただくので、第五人格ってそうだ、マルチ戦とランク戦とかの違い言ってなかった。マルチ戦っていうのがこのランダムマッチ、日記からの推理って書いてるこれのことを言うんですけど、これがまあなんだろう、いつでもできる、サバイバー4ハンター1で、どっちでもね、あの好きな時間にやりたいように、まあ他のね友達とかとやってもいいし、別に友達以外でノラって言われるね、いろんな方とやるっていうのがいいんだけど、まあできるやつなんだけど、このランク戦モードっていうのがあって、このランク戦モードは何ぞやっていうと、ランクがね、決まってて、あれってどこで見るんだっけ、あー、まあ、ルール、あー、うん、ちょっとこれごめん恥ずかしい、あのサブアカなんで許してください。あーちょっと待って、それはランク戦績もいいな別に、あ、これか、あ、これだね。あ、こんにちは、ホサさんこんにちは。終わりかけ、まあ終わりかけっちゃ終わりかけかもしれない。説明しながらやってたから。え、ランク戦っていうのは、そのね、ストーリーをね、ある程度まで進めないとできないんだけど、そしたらできることで、段位って呼ばれる、まあこれがあってね、サバイバーとハンターどちらも。で、一番最初はこの1段目から始まるの。あ、そう、レート戦みたいなね。そう、実力戦で勝ち進めばどんどん上がっていくよみたいなシステムになってます。負けちゃうと下がっちゃうみたいな感じ。で、その、ランク戦に関しては、1個のランクくらいの違いじゃないと、まあ友達とか行けないみたいなのがあったりするんだけど、そう、結構ね説明多いから、なんかわからないこととかあったら全然その都度聞いていただければと思うんですけど、大丈夫で、そう、まあでもそうね、私は主に私の配信ではね、第五人格のこのランク戦っていうものをやっていこうと思ってます。あのランクを上げたい、上げていこう、頑張ろ、応援してみたいなうん、感じでやっていこうかなって思ってるんですけど、多分ねこれちょっとね、あの今 PC でちょっと作ったアカウントになるので変わっちゃうんだけど、この PC のアカウントじゃなくてスマホのアカウントでやるんだけど、まあ、とりあえずそのランク戦っていうものを配信ではやっていくよっていうことを覚えていただければ。で、他にもし参加型をやるとしたら、参加型をやるとしたら、この混沌なる紛争って書いてる中の協力狩りって呼ばれるものがあって、で、これは何ぞやっていうと、普段はサバイバー4のハンター1で行うゲームなんだけど、この協力狩りっていうのはサバイバーが8人でハンター2人
で行うものになってます。そう、協力狩りはね、多分参加型向けというか面白いんじゃないかなって思ってるので、参加型を今後もしやるってなったら、まあカスタムとかでね、協力狩りとかできたらいいんじゃないかなって思います。まあね、ハンターも2人いるから結構辛いんだけどね、ハンター側も辛いしサバイバー側も結局辛いみたいな、うん、面白いよ。そう、2倍でやるやつ。まあその他にもね、そのタロットモードとかブラックジャックモードとか、あとレースもあったような気がするんだけど、ごめん最近のちょっとアップデートで分かんないんだけど、まあいろんなモードがあって、うん、そこも楽しめますよって感じなんだけど、とりあえず一旦そこの説明はいいかなくらいかな。ぜひぜひスマホとかね、やってみたら面白い。でもやってみてもね、まあ、大変なんだけどね。弁護士とか、本当にキャラクターがさ多くなったからね。レース終わったんだ。あ、そうなんだ。そっかそっか。今やってるの手いっぱい。そうだよね、みんなゲームやってるもんな。そうそう、なんだよね、楽しいんだけどね。もう本当に、あ、じゃあ特に強くて面白いサバイバーをちょっとまたシナリオ作って遊びつつ終わるか。初心者向けではないけど強いよっていうサバイバーね。あ、ちょっとまあサバの設定にするわ。 OK、 大体分かってきた。ありがとう。そう、覚えるのがでもいかんせん大変なんだよね。強いよっていうのはここは強いと思ってて、ちょ、それぞれちょっとずつ説明していくか。この傭兵さんは、ゲームの入れすぎてバッテリーの入りがすごい。あー、確かにそうなるかもね。あー、そう、そう、名前おじさんに設定してるんだ。あ、夜勤で眠いで寝ます。垂れ流しでおつわろう。ありがとうございました、そっちさん。おつわろう。で、この傭兵って言われるこのキャラクターは何ができるかというと、暗号機の解読速度めっちゃ遅いです。これめっちゃ遅い。なぜかっていうと、彼は救助班って言われてて、主に誰かがやられた時の救助班としてまあのキャラクターだからっていうのがありますね。で、何ができるのっていうと、こういう、なんだろう、こうやって肘当てって言われる、今3つ持ってたと思うんだけど、これを駆使してこうやってちょっと遠くまで逃げられるたりとか、あと救助で、あ、やばい間に合わなくなったってなったら、これを使ってね、いけるという。待って、超早いんだ。ちょ、待って、ゆる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 、待って、で、本来、ちょ、待って、このジョセフというキャラクターが厄介で、こいつね、一発のダメージで 1.5 のダメージが入るんですよ。だから、いや待って、分かりづらいんだけど、基本的にこの傭兵は普通のハンターではね、普通のハンターでは2回ハンターに攻撃をもらえるじゃないですか、サバイバーはね。なんだけど、この傭兵に至っては3回攻撃食らっても大丈夫みたいなところがある。ちょ、待って、ジョゼフなの分かりづらいな。なんでハンタージョゼフでなったんだ。ちょうどちょタイミングがジョゼフなのはちょっと分かりづらかったね。まあとりあえず、そうだな、キャラクター的には話してなかったけど、そうだ、チェイス班みたいなやつと、
解読班と救助班みたいなのが大体立ち位置でね、挙げられていて、そうだな、主に解読班は解読が早いキャラクターになってて、解読が早い分走るのとか窓越えとかが遅かったりするんだよ、そのキャラクターによってね。冒険家、この子、私が普段使う冒険家とか機械技師って言われるこの子はロボットを出すことができて、そのロボットでも解読ができるんだけど、とかこの心眼っていう、まあ目がね見えない女の子だから、その真っ暗な、ちょっとマップ見られないんだけど暗くて、その分ハンターの場所とかが分かるとかいうね、子は解読班って言われてて、解読がすんごい早い代わりに、まあ乗り越えとか板倒す速度だとかが遅くなってる。で、あ、そう、ダメージ半減までにね、1ダメージにつき15秒、 ありがとうございます、ちゃんとした説明をね。そう、傭兵ね、あ、書いてるかな。ああ、うん、これだね。うん、違う、これはロケット速度か。うん、はあ、あれ書いてなかったっけ、それ。うん、そうね、心眼マップ把握してないときついと思うね、確かに。あ、これか。ん、恐怖の増長 15%、 いや、ロケットチェアまでの、あ、これだね。1回の普通攻撃でダウンせず15秒後にダウンする。だから負傷状態で2回の普通攻撃を受ける、負傷状態で2回の普通攻撃を受けるとそのままダウンする。うん、だから、まあ、15秒以内だったら、15秒以内だったらっておかしいな。うん、まあ使ってみてって感じかな、こればっかじゃ。占い師も強いね、確かに。占い師っていうのはこの子なんだけど、いや、冒険家選ばなくてもいいんだよ。その冒険家は個人的に私がおすすめしてるっていうだけで、あの、普通に強いと思うけど、みんな好きなキャラクターがいろいろいると思うから、しかも出てくると思うから、実際やってみたら、いや、本当の初心者は、本当の初心者は弁護士がおすすめ。本当にあの、これから始めるんです、やったことないんですって方は冒険家さん。冒険家さんじゃない、間違えた、何言ってんだ。弁護士、これフレディ・ライディさん、ね、未解読の暗号機、脱出ゲート、サバイバーとハンターの位置を調べることができるし、恐怖の一撃を食らわないので、そう、マジで本当に初めての方は弁護士の方がいいと思う、いろいろ覚えるという点を踏まえて。で、その占い師さんっていうキャラクター、まあ、このキャラクターも強いんですけど、この使い鳥って書いてるフクロウを使ってと言っていいのかわかんないけど、このフクロウを一番最初から、まあ、一匹連れてるんですよ。で、このフクロウによって何ができるのっていうと、ハンターから攻撃を食らうときにフクロウをつけることができるんですよ。で、そのフクロウをつけることによってやられてもその攻撃が無効化されますっていうね、能力を持ってるんだけど、あと他のサバイバー、自分以外のサバイバーにもこのフクロウをつけてあげることができますと。だから他のサバイバーが、あの、助けてっていうチャットをね送ってきたら、あの、つけてあげることもできますよっていう、サバイバーですね。
まあでもね、種類が多いんだわ。あとはあれかな、あ、フクロウの効果時間15秒ありがとうございます。そう、そこら辺もね、あの実際やってみる前にちゃんと調べた方がいいかもしれない。あと私使えないんだけど、そうね、占い師さんはチェイス班かな、どっちかっていうとチェイス班とカバーかな。難しいと思うけど、オフェンスさんは私強いと思うよ。このオフェンスさん、あのハンターに対抗できるからね。で、そうね、このオフェンスさんも救助班かな、どっちかっていうと救助かチェイスかって感じなんだけど、あ、これラグビーボールを所持してます。このラグビーボールで、どこだ、信用してきた、あ、いたね。これを、ちょ待って、この距離いけるか、ちょっとこの距離、いや、ちょっと待って、一回スタンさせないとこの距離はきついかもしれない。で、ラグビーボールを使ってこうやって、あ、待って、失敗した、失敗した、失敗した、あの、ラグビーボールを使ってこうやってスタンすることができますと、こうやってね。そう、だから、あの、ハンターに対抗できる、その他のサバイバーとかに追われてる時とか、そう、に、あの、助っ人できたりもするよっていう。で、なおかつこれ、風船救助もできたりするんです。風船救助って、あの、殴られたら、ハンター、あの、風船持ってさ、座らせに来るじゃん、ここの椅子に。なんだけど、それも、その状態でも助けることができるよっていう。ね。サバイバーになってます。という感じですね。まあ私、使えないので私は。ただ強いよっていう説明なんですけど。なんだろうな、強いの。あ、祭祀の説明して、あ、ま、終わろうかな。じゃあ、あともうわからないことはまた、あの、明日第5人格のランク戦とかの配信するので、もしよければそちらで、あの、質問してください。言うてさ、そんな、あの、すぐすぐ覚えられることじゃないと思うから。ただいろんなキャラクターがいてね、それぞれ面白いよって、面白い能力を持ってるよっていう。だからその第五人格の魅力をね、ちょっとでも分かってもらえたら嬉しいなっていう。そうで、これは祭司っていう、まあ、サバイバーなんだけど、名前はねそれぞれ別にあるんだけど、何ができるとね言うかというとよ、本来、本来こういうところ、こういうところ通れないよね。通れないのが当たり前じゃん。これを祭司はこうやってワープを作ることができます。こうやって、こうやって逃げることができます。めっちゃ強いんだよね。だから、で、なおかつ長距離ワープ、今ほら、あの、右下の青く光ったやつあると思うんだけど、あれが他のサバイバーの場所とかをこうやって、こうやって呼ぶことができます。で、こうやって今仲間呼んでて、ボットだからつけてくれないね、つけてくれないんだけど、これを取ってもらえると、こっちとそのつなげた先を行き来することができるっていう、すんごい能力を持ってます。あ、初見さん、はじめまして、こんにちは。みーさん、朝倉のアロマと申します。今ちょっと第五人格が好きなので、その第五人格の説明っていうか、その第五人格についてね、あの、お話ししてました。もうすぐ終わっちゃうかもしれないんですけど、もしよかったらゆっくりしててください。え、超強いと思うよ。しかも、これ、一定時間で、どんどん溜まっていくからね、このワープが。
チェイスする面でも、あの救助する面でも、とても待って、これ近づいてたな。あの血の女王っていうハンターなんですけど、彼女は鏡を出すんですけど、ちょっとボットだからな、ボットだと意味ないんだよね。ボットだとさ意味ない。あ、そう、長距離ワープはハンターからそう場所が分かります、ご注意ください。この普通のワープはバレないけどね、あのバレないっていうか、ハンターが目視しなければ分からないかもしれないけど、まあ、マリー様はね、その鏡を放って胸像を作るんですけど、その胸像でも殴られると普通に負傷してしまう。なおかつなんか結構遠い距離を一瞬で来られてしまうので注意が必要ですね。最初なんて滅べばいい。そう、まあ強い強い子なんですよ、この能力も。まあそんなね、今紹介しただけでもよ、この1時間ですごいいろんなキャラクターがいて、いろんなハンターもね、サバイバーもいっぱいいて、それぞれがそれぞれ違って面白いよっていうことをね、まあなんとなく分かっていただければはい嬉しいですね。というわけでそろそろ3時か。明日は、明日も第五人格で、ちょっと待って、まあ明日もじゃないわ、とりあえず今日だ、とりあえず今日、あれ、カメラとりあえず今日22時30分から第五人格とは別なんだけど、リトルナイトメア2の DLC、 2じゃないわ、リトルナイトメアの1かの DLC 第1弾から第3弾やる予定ですので、もしねお時間ありましたらそちらも遊びに来ていただけると、はい、嬉しいですね。そう、第五人格詳しい方にもね説明していただいてありがとうございます、本当にね。ちょっと私説明下手なところあるんで、あの補足としてやっていただけるとすごい助かります。でみんなからもね、なんか質問あったらできるだけこういうことだよって答えさせていただきます。はい、第五人格はまあ明日だね。あ、ひろきさん打ち合わせがあるので落ちます、おつあろです、ありがとうございます、おつあろ。説明難しいよね、そうなんだよな、やってもらうのが一番早いかもしれないね、もしかしたら。やりたい方は、やってもいいからって思った方は、がいいかもしれない。はい、くらいかな。ああ、あれだめて1ヶ月おめでとうございます、ありがとうございます。太陽機種は iPhone でもスマホでもどちらでもできたはずですね。あと PC はなんだろう、 Windows とかあんのかな、ちょっと待ってね。ねえ、Android もいけたはず。私は iPhone 勢なんだけど、Android でも、いけたはず。PC 版の対応、どうだろう？ Steam じゃないわ。DMM とかから私はダウンロードしました。だから DMM に書いてたんじゃないかな、多分な。PC あるんですよ、実は。今第五人格やってるの、あー、もうでもあれです、終わりかけっていうか、もう終わろうとしてるところです。あの、でも主に今日は説明会だったのであれなんですけどね、そんなちゃんとしたはやってない。明日はちゃんとランク戦とか頑張っていきたいなと思ってます。あ、そう、 iPad とかでもね、そう、タブレットとかでもできるはず。あ、確かに機種によってはなんか重いなーとかあるかもしれない。あの Wi-Fi とかね、多分 Wi-Fi、 そうね、
第五人格ね、だいぶ重いんですよ、ゲーム自体が。だからめっちゃカクカクするとかなるかもしれない、もしかしたら。うん、まあね、本当に難しいゲームではあるんだけどね、覚えることがたくさんで、うん、徐々にやっていけたら嬉しいなみたいなね、はい、説明会とさせていただきました。そうね、回線回線きついときついかもしんないね。そうだな、そこは私言うて何年 ?2 年くらいやってるかもしれないけど、ずっと重いなぁ、重いなぁ、カクカクするなぁって思ってるかも。本当そこまで重くない？でも私第五人格以上の重いゲーム持ってないよ今。もっと重いゲームあんのかもしれないけど、結構重い方だと思ってた。うん、まあ PC 版でも確かね、普通に何一緒にやるって参加型とかなったらできたと思うから、 PC 型でやっても、 PC 型ってなんだ、 PC 版でやってもね、うん、大丈夫だと思う。まあすぐすぐはやんないんだけどさ、そのね、うん、よし、あ、おかえりなさい。いいなグラタン、私もご飯食べよう、これから。そっか、馬娘重いんだ、やったことないんだよね。原神も重い、あ、そうなんだ。そうだよ、みんなご飯食べようくらいで今日はいいかな、大丈夫かな、ちょっとなんかちゃんと説明できてた。ごめん、結構さ、プレイしながらの方がやりやすい、わかりやすいかなって思ったんだけど、何せちょっと説明ベタすぎたかもしれん。大丈夫だったから。まあちょっとね、第五人格の実況者さんもいっぱいいるから、うん、わかんなかったらそっちも見てみるともっとわかりやすいかもしれない。うん。楽しそうなの伝わったから大丈夫、大丈夫なのかそれ、いい、大丈夫なの、わかりやすかった、本当よかった、大丈夫、わかりやすかった、ああ、ありがとう、じゃあまあ、うん、ありがとうね。じゃあまあ今日の、うん、私がやりたいことは達成できたかな。あとはじゃあ今日はあと DLC に向けてね、うん、よかったです。ああ、もうみんな優しいからさ、でも本当に大丈夫だったって思っちゃうけど、まあまあまあ、精進していきます、私もね、説明もね、ちゃんとね、うん、ありがとう、うん、よし、じゃあそろそろおつあろするか、そろそろおつあろタイムといきます。みんな本当に、でも本当に本当にデビューして1ヶ月ありがとうございます、本当にありがとうございます。マジで感謝。感謝してます。ちょっと、後半薄くなっちゃったけど、もうなんかずっと本当感謝してるから。ありがとうね。そう、ケンタッキー食べるね。うん。いや、ありがとう。そうね。DLC に向けてちゃんとご飯食べるね。ありがとうね。うん。あ、おめでとう、ありがとうね、本当ありがとう、よしよし、ありがとう、もうもうね、本当ありがとうしか言えなくて申し訳ない、ありがとう本当に。よし、ではでは、そろそろおつあろタイムとさせていただきますかね。うん、ありがとうね、みんなおめでとうって言ってくれて、ありがとう、ありがとう、よし、あ、そうだ、まだチャンネル登録、高評価、通知、フォローなどね、してない方はぜひよろしくお願いします。言うの忘れてた。はい、では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 、皆さんおつあろの準備はよろしいですかということでね、よいしょ、エンディング間違えないようにしないと。
ありがとうございました。それでは、よし、おつわろー。ケンタッキー食べよう。